世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ってきました。私ハイタカなんですが、この度ですね、講談社ゲームクリエイターズラボの第1期メンバーに選んでいただくことができましたので、皆様にご報告させていただきます。知らない方のために説明しておくと、このゲームクリエイターズラボという企画ですね、講談社さんが主催されているものでして、年間1000万の資金援助を受けながらゲーム開発を2年することができるというものですね。応募作品総数が1262作品、まあ、その中から私ハイタカの作品が見事選んでいただくことができました。まあ、皆さんの、ね、応援に応えることができて、ね、非常に良かったなと思ってます。正直ね、今ゴールテープを切ったかのようなね、達成感があるのはまあ事実なんですけれども、残念ながらね、ここはただのスタートラインに過ぎないんで、まあ、ここからがね、本当のゲームクリエイターズラボスタートっていう感じなんで、また身を引き締めてね、これからもね、世界一のゲームを目指して頑張っていきたいと思います。僕はよくね、世界一の面白いアクション RPG みたいなね、セリフをよく言ってるんですけど、この際ね、ちょっとそのゴールラインをね、明確にね、決めておこうかなと思います。どうなったら世界一なのかっていうことですね。まあ、ここはね、もうめちゃくちゃ大きくね、夢を掲げたいと思います。ゴーティゲームオブザイヤーで、まあ、ゴーティってたくさんね、種類があるんですけど、そのたくさんあるゴーティの中でその年のね、最多受賞を取るっていうことをね、目標に作っていこうかなと思います。なので歴代のゲームで言うと、ウィッチャー、ゴッド・オブ・ウォー、ブレス・オブ・ザ・ウェイル、ラス・アス、そのあたりのものになりますね。まあ、夢を語るのは無料なんで、めちゃくちゃでっかく掲げていきたいと思います。まあね、鼻で笑いたい人はね、笑ってくれればいいんですけど、今回ね、講談社のサポート、大きな力を手に入れたんでね、今まで僕のことを笑ってきた人たちのね、顔が若干引きつり始めてるんじゃないかなと思うんですけれど、俺の寿命が尽きるのが先か、世界一を取るのが先か、その勝負ですね。まあ、気になる人はね、チャンネル登録して、これからも僕のことをチェックしてくれればと思います。今僕ね、iPhone を修理する仕事をやってるんですけれども、まあ、そちらのお店をね、3月末で辞めさせていただくっていう形になっております。お店のね、店長さんがね、すごい僕の夢をね、応援してくれてる方なんですけれども、店長とね、話し合って、もしね、クリエイターズラボを受かったら3月で辞めさせていただいて、もし落ちた場合は4月以降も続けて働かせていただきたいっていうね、まあ、僕のわがままなね、こんな要望をね、すごく柔軟に対応してくださって、本当に感謝してます。ありがとうございます。なので、4月の1日からですね、ちょうど年度が切り替わるタイミングから、まあ、ゲームクリエイターとしてね、本格的に指導していけそうかなっていう感じでございます。クリエイターズラボの開発資金1000万に関してはですけれども、1回でね、ドカッと振り込まれるわけではなくて、500万円が半年に1回振り込まれるっていう形式ですね。これを計4回繰り返すことができるっていう感じですね。基本的にお金だけもらって遊びほうけてるとか、大きな病気をしてしまって開発を続けるのが困難になったとか、そういうアクシデント的なことがない限りは2年間ね、頑張る4回分は受け取れるっていう風にね、講談社の方が聞いてるので、問題なければね、2年間2000万はゲーム開発資金としていただけるかなと思います。一応その名目上のね、契約更新となるね、半年に1回のタイミングで、基本的にその皆さんにもね、プレイしていただけるような形で進捗、まあ、体験版みたいな感じですね、大きいものをね、ドカッと一つ出せればいいなという風に考えております。それを使ってね、僕はまあ YouTuber でもあるので、まあ、視聴者の皆さんとね、ライブ配信とかしながら、開発者 VS 視聴者みたいな感じで体験版を使ってね、一緒にバトルしてみたりとか、まあ、その中でね、感想とかいただいたり、改善点等もね、募集していくつもりですし、あとね、このチャンネル見てくれてる、まあ、ゲーム実況者さんの方も何人かはね、いらっしゃると思うので、もしよければね、そういう、まあ、実況とかもしていただけると嬉しいなと思っております。ちなみにこの今回の動画もね、拡散していただけるとありがたいなと思っております。さっきから後ろの映像でキャラがね、バンバン空飛んでて、ハイタカのゲームってキャラクター空飛べんのってびっくりされてる方もね、結構多いと思うんですけど、そうなんですよね。今ね、ちょっと空をね、飛べるようにしようかなって考えてて、もちろんね、これ構想段階なんで、全然確定ではないんですけど、まあ、ゆくゆくはね、オープンワールド、広大なフィールドを旅するっていう要素も入れたいので、移動の手段ですよね。まあ、馬に乗っていくとか、あとドラゴンに乗ってね、空飛びたいなんていう話もね、昔のライブ配信でよくしてましたけど、そういう移動の手段ってすごい大事だと思ってて、もうね、いっそのこと、主人公、キャラそのものが翼生えて飛ぶことができるっていうのもありかなと思ってます。ただこれいつでもどこでも飛べるっていう感じだと、ちょっとゲーム的にね、強くなりすぎてしまうので、いくつかね、制約を設けようかなと思っています。その一つが、高所からの落下中しか翼を開くことができないっていうものです。翼自体は、まあ、魔法の力、今便宜上マナっていう風に、ね、仮で呼んでるんですけど、マナで翼を作ることによって空を飛んでいる感じなんですけど、そもそもそのマナっていうのが大地由来の力なんですね。つまり地球そのものが持っているエネルギーをキャラたちがね、借りて戦闘とかに転用しているっていうイメージですね。もちろんこのマナっていうのは生活を豊かにする目的でも広く使用されていて、世の中的には
第一信仰っていうね宗教観が一般的になっているような世界観です。ワンピースの空島編のバース信仰なんかとイメージ近いかもしれません。一方でマナを使って翼をかたどって空を飛ぶなんていう行為はいわば神への反逆なわけですね。本当に神がいるのかどうかはちょっと分かんないですけれども、少なくともそう考える人がいてもおかしくないですよね。そういう人々の神への罪悪感、進撃の巨人でいうところの付箋のちぎり的な感じねが原因なのか、はたまた本当に神というものが存在してマナの力でね翼を作ることを大いなる力で禁じているのか、どっちが原因なのかは分からないですけど、長い間ずっと人間はマナで翼を作ることができなかったんですね。そんな時ある一人の天才が、あるいは大バカ者がそれを打ち破ったんですね。高所からの落下という大地からの接続を物理的に遮断する、その時間が長くなればなるほど大地への反逆が可能になっていくっていうことに気がついたわけです。そしてそれ以降はこの反逆の翼を使って長距離をね短時間で移動するっていう方法はわりかし上級のマナ使いたちの間ではポピュラーな方法になっていくわけですね。ただこうイメージ的にはね、主人公がこの方法に気づくのはゲームがね中盤に差し掛かったあたりかなというふうに考えています。師匠からね教わるのか、それとも自分で気づくっていうのもありかなと思ってて、敵が空飛んでるのとかをね何回か目撃するわけですよ。でどうやって翼作ってるんだあいつらはって結構絶望するわけなんですけど、まあ負けイベとかの後にねこう崖から飛び降りないといけないみたいなイベントシーンがあって、そこから決死の覚悟でね飛び降りた後に気づくみたいなね、なるほど今かと、今なら翼作れるじゃないか、気づきを得てこの反逆の翼を手に入れるみたいな、そういうイベントシーンがあってもいいかもしれないですね。ここまでね熱く語っておきながら言うのもあれなんですけど、まだねこの空を飛べる設定っていうのは入れるかどうかね確定してないんで、ちょっとね話半分ぐらいに聞いていただけるとありがたいです。あとねこの反逆の翼中はね正直かなり脆いです。もちろんその翼をね作るための落下中、まあどれくらいですかね、5秒とかぐらい落下しないと作れないみたいなイメージなんですけど、そのマナを練ってる間って完全に無防備なわけなんですよ。例えばね弓矢とかでねその時に狙撃されるとそのまま羽化できずにね地面に激突してしまいますし、翼を作れた後もですね結構脆いですね。飛んでる時とかに他のねマナ使いとかが遠距離魔法とかもねもちろんあるんで、そういうものでホーミング魔法的なものもねあるかもしれません。そういったもので狙撃されてしまうと結構ね危ないですよね。また5秒間マナを練らないと再度ね羽化することはできないですし、もちろん翼を作るためにねすでにマナを消費してるので、その残りの残量によってはねもうどうしようもない地面に激突するしかないっていうパターンも考えられます。なのであくまで移動のためにね安全をちゃんと確保した上で使っていく、そんな感じのイメージをしていただけるといいかなと思います。とまあこういった感じでね、後半は空の飛び方についてねすごく熱く語ってしまいましたが、実はねこの空を飛ぶネタっていうのはちょっと前からね温めてて、ちょうどそのゲームクリエイターズラボの合格発表の動画に空を飛べるようにしますっていうね報告をぶつけて、まあインパクトもあるんでいい動画になるんじゃないかなって思ってたんですけど、これね受かってたから良かったですけどね、落ちてたらちょっと痛かったですね。はい、こいつクリエイターズラボ落ちてるのに空を飛ぶ話してるよ、メンタル大丈夫かってなるところだったんでね、まあそういう意味でも受かって良かったなというふうに思います。これからはね3月末まではね、さっきも言いましたようにまだお仕事を続けていくので、4月1日からの制作の本格スタートに備えてねいろいろ事務的な手続きを済ませていきたいと思います。まあ、例えば確定申告とかねそのあたりですね。はい、ありがたいことにね YouTube の収益がちょっと何税金を払わないといけないような額になってきたので、人生初のね確定申告をちょうどね今日ですね2月15日からなんかスタートみたいな、ちょっとネットからもできるらしいんでちょっと調べてねやってみたいと思います。というかで今回は講談社ゲームクリエイターズの第1期メンバーに選ばれましたという報告動画を撮らせていただきました。以上で終わりたいと思います。お疲れ様です。